こんばんは、たかしです。本日は1月13日金曜日、ただいま18時48分。それではドル円の相場分析を3分でサクッとやっていきましょう。まずは4時間足です。現在ストキャスティクスは安値圏、そして過去の安値圏からのゴールデンクロスっていうのはある程度上昇はしてますので、この辺は反発ポイントかなと考えてます。またこの緑の下降チャンネルを描いているんですが、その下限付近でもあります。このラインというのは過去に1、2、3回、ぴったりではないですが3回反応してきているラインですので、今回も反応する可能性が高くなっております。ただ、MACD がまだ弱いので、ここから大きく V 字で回復するという動きではなく、ここでもう一度1時間足や15分足単位でダブルボトムとか逆三尊とかを作ってくる、そのくらいの時間はかかるのかなと思ってます。まずは4時間足のこの MACD の下落モメンタムがもう少し解消してからの上昇になるのか、そうすると GMMA がまた下がってきますので、次は GMMA に接触したあたりからの戻り売りみたいな、そんな感じになるのかなと思ってます。もしこのまま続落する場合は、次はターゲットが125円台ぐらいになると考えてますので、その辺に向けての戻り売りがいいんじゃないでしょうか。では1時間足です。本日は朝に揉み合って全然反発できないままの下落になっておりますので、今 GMMA の青帯との乖離が進んでいる状態です。一度青帯ぐらいまで戻してくると考えますので、値幅調整で上昇していくのか、それともここで日柄調整からの GMMA が下がってくるのを待つのかというところです。今はどちらにしましても安値圏にありますので、ここからのショートエントリーというよりも、ここからは一旦反発の上昇もしくは GMMA が下がってくるのを待つ方がいいと思います。今4時間足1時間足ともにストキャスティクスは安値圏ですので、戻り売りを狙う場合でも一旦のストキャスティクスの上昇を待ってからの方がいいと思います。逆に買い足ではここでの反発の上昇を取れるかもしれませんので、ただ強い下落中ですので、反発の上昇を狙う場合は短く利確していくのがいいですね。本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。 YouTube のメンバーシップでは、初心者の方が少しでもスキルアップできるような丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードでの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をおすすめしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき、自分に合うかどうかを検証していただくのがいいですね。まずは行動しないと何も始まりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、 Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。